やっと猪苗代出船です。5月27日かな、今日はめっちゃ雨降ってる。で、風も強い。今時間が11時、雨がすごいんですよ。まあ、今日はね、ちょっとね、釣れるかは分かんないっていうか、まあちょっといろいろ見て回ろうかなっていうね、感じなんで、ちょっと積もっちゃってんなこれ。まあ、いろいろちょっと見て回ろうかと思ってます。はい、ね、そんな感じで行ってみたいと思います。ちょっと風も雨も強いからね、全体は見れないと思うんですけど、行ってみましょう。飛んでっちゃったよ、タガメホップ。でかい。どうよ、あとなんか50アップじゃん。うわ、これですね。これ飛んでっちゃった。いや、でかい。やっぱ猪苗代だね。最高じゃん。ウェイトがね。すごい、見て見て、はい、じゃん、2500だね、2500。
ってっかな。サイズがちょっとレンズの真ん中が止まっちゃってんな。サイズが52ですね。52センチ。おサイズがでかいんでちょっと40よかった。これはちょっと50足んないかなね。いいバスでも。Yeah.